イメラジオ第6388回、今日は令和6年6月3日月曜日です。時刻は午後4時半、横浜港北、月曜日の午後ですね。大気が不安定で雷が鳴ってますよ。放送に入ってしまうかもしれませんね。ご容赦くださいませ。さて、ちょっと曇りのけど、なんか夏の佇まいですね。雷も夏の風物詩です。今回はトランプ候補の裁判会見、こんなタイトルでお話ししましょう。今年の11月ですね、11月5日とトランプさんは言ってました、のアメリカ大統領選挙。トランプさんはこれをアメリカの歴史の中で最も重要な選挙、大統領選挙というふうに言っていましたが、この今年の米国大統領選挙で、まあ、出馬予定しているのが共和党からトランプ候補で、民主党からは現職のバイデン大統領。ところがこのトランプ大統領がなんか裁判にかけられていて、で有罪の判決が下った。でこれ何が一体有罪なのかがよくわからないと、そういう放送前しましたが、今回トランプ候補が裁判に関する会見を開いて、ただ聴衆もいたみたいですから、演説と言ったかもしれ、言った方がいいかもしれない。裁判演説、なんか変ですね。裁判会見にしておきましょう。かなり喋ってますよ。で、日本ではほとんど取り上げられていないので、私が翻訳してお話しいたします。で、今回このトランプさんの裁判会見で問題になっているのは、ハッシュマニーというふうに言っていますよね。これ口止め料って意味なんですけど、この口止め料を払ったことが罪ではないんですよ。で、トランプさんが言ってたのは、それは弁護士が弁護士料として払ったんだと。そして弁護士料としてトランプさんの中から資金の中から支払われ、そしてそれは法的に処理されたもので、だからそのハッシュマニーというふうに言われているものは実は法的に合法なものだから、それは問題がないはずなんだっていうふうに言ってるんですね。で、一体そのハッシュマニーがなんで必要だったのか、これはですね、ギャグオーダーって言葉を使ってるんですけど、これ難しいでしょ、ギャグオーダー。これ慣行令っていう意味で、言っちゃいけないっていうことになってるらしいんです。ですから言えないんだっていうふうにトランプさんは言ってるわけ。しかもトランプさんが言いたくないからじゃなくて、裁判所から言うなと言われてるっていう、そういうことらしいんですよ。で、トランプさんが有罪になった、これは報道がされましたね。で、一体何の有罪なのかが意味不明と。なんかその口止め料はなんか女性に対して支払ったとか、そしてその女性との関係を言わないようにと。けれどこのこと自体は別にこんなの罪だって定める法律ないですよね、世界各国に。口止め料を払ったっていうことを罪だっていう、そういうふうな法律は。ただしかもそれがね、ものすごい刑事事件の口止め料だったらともかく、トランプさんに何があったのかは知りませんが、そういう女性との間の口止め料を、もし払ったとしてですね、で払ったからじゃあそれが悪いかっていうと全然そうじゃないんですよ。そしてじゃあ何の罪でトランプさんが今回有罪とされたのか。しかもその有罪としたっていうのはね、バーディクトっていう英語を使ってるんですよ。これ評決って意味なんですが、
陪審員による評決っていう意味なんですね。verdict っていうのは。だからその陪審員が、なんかトランプさんを、有罪とみなしたということらしいんですよ。この辺、陪審制度があんまりない日本では分かりにくいですよね。で、その、じゃあ何の罪でトランプさんが今回有罪になったかっていうと、なんか、ビジネスの記録を誤って書いたからっていう、こういう、理由ならしいんですよ。ビジネスの記録を誤って書いたから。これ、英語で言うと、falsify、ビジネスレコードなんですよ。で、何回も言ってましたよ、トランプさんは。で、このビジネスの記録を誤って書くっていうのはどういうことかというと、さっきのハッシュマニーのことで、その口止め料を支払ったっていうことを、なんかトランプさんの弁護士が別風に書いたのか、それとも、そもそも書かなかったのか、トランプさんの収支報告書にね。それが罪なんだというふうに言われてるらしいんです。どうやら。それで、なんかトランプさんに15年刑務所に入れっていう、そういう、なんか評決ならしいんですよ。15年っていい加減にしろとかってトランプさん言ってましたよね。しかもトランプさん他にも裁判があって、なんか187年、全部足したら187年で、何もやれるかいっていう、そういうことなんですよ。で、このトランプさんが今回の裁判会見で喋ってるのは、この評決が出てからすぐ自分への支持率が6ポイント上がった。すごいですよね、6ポイント上がった。そして自分への寄付が3500万ドル、3500万ドルだからだいたい50億円ぐらいですよ。50億か60億かな、まあ、50億円ぐらいかな、集まったと。だからこの評決がいかに世論とかけ離れてるのか。世論は自分を支持してると、自分が無実だと思ってると。けれど今回の評決は自分を有罪だと、15年間刑務所入ってろと。だからおかしいんだと、この評決はね。そして言ってたのは、自分は、つまりトランプは自分よりももっと大きなもののために戦ってるんだと。だから自分がどうなるかはどうでもいい、自分がプレジデンシー、大統領職に就けるかどうかもどうでもいい、トランプもどうでもいい、もっとファービヨンドって言ってましたね、ずっと超えたようなもの、ずっと上級のもののために自分は今戦ってるんだと。で、それをまあ応援する人たちがわーっとこう拍手したり声援を送ったりしてる。だからまあ会見というよりは演説みたいな感じ。けれど記者もいただろうし、まあ、どういう集まりなのか分かんないんだけど、トランプさんが出てきて、まあ、こういう話をしてらっしゃるわけですね。で、その口止め料の話、ハッシュマニーの話なんですけど、これはよくは分かりません、全然。で、それの記述の仕方がどうおかしいかっていうのもやっぱ分かりません。それは日本とアメリカではそういう収支報告書の書き方が違うだろうし、まあ、この事件のためだけにそういうアメリカの法律をね調べる気はしませんので、まあ、そこが問われてるんだというぐらいの指摘にとどめますが、トランプさんが強調していたように、メイクアメリカグレートアゲインとマーガと、これを私は今言ってるんだ。で、それが一部の人には気に入らないらしいと。で、こんな風に私をこう追い詰めようとしている。だからちょっとトランプさんもね、普段はなんかもう完全に上から目線で、で強気なんですけど、今回はちょっと弱気を覗かせてるような、そんな会見にもなってましたね。けれど、今回のこれが最終的な判断ではないだろうし、で前にもお話したように、これでこの陪審員の評決でトランプさんが
大統領選挙にもう出れないと、大統領候補にももうなれない、これはないだろうと。それはトランプさんも言ってるように、支持は多いから、今自分が一番支持を集めているから。でバイデンさんはアメリカの歴史の中で最悪の大統領だと、で最も愚かな大統領だ、ダメストっていう最上級を使ってましたよね。 The dumbest president in the history って言ってました。歴史上最も愚かな大統領って、こんなのに任せられない、私もトランプさんになってくれた方がいいなと、トランプ候補当選してほしいなと思ってる一人なんですけど、ただアメリカの裁判のことはよくわからないし、アメリカの司法のこともわからないし、ましてやそのね、女性との間にトランプさん何があったのかも不明なので、その辺はもうお話しすることはできません。ただまあどっちみち大統領職に就くつかないっていうこととほとんど関係のないお話で、しかも法律に違反しているかどうかも全く疑わしく、ただ収支報告書への記載の仕方、ビジネス報告への記載の仕方がおかしかったっていう、そういうことならしいんですよ。ですから多分これから大統領選挙が近づいてきますけど、まあ、トランプさんが出馬する、出馬できるという方向で物事は動いてるんじゃない、いくんじゃないかなと。でもしこれでトランプさんが出馬できなくなったら、アメリカの世論は大事ですよ。しかも世界の歴史を左右しますので、今年トランプ候補が出馬できるかどうか、で出馬できれば当選でしょう。バイデンはあまりにもおかしな政治をやりすぎました。トランプさんがもし出れなくなったら、共和党から誰が出るんだと。どっちみち準備ができてないから、バイデン現職の勝利でもう4年間バイデン政権かいと。アメリカの民主党は政権から降りてもらうべき時です。トランプ候補が、出馬できるように、日本から見守っているしかできません。